スタジアリーダーということで、清水の IAI スタジアム日本平でパフォーマンスをしたり、地域のイベントに参加して活動をしています。本日は、今シーズンはルーキーを7名迎えて、手を挙げてもらっていいですか。ルーキー7名迎えて19名で活動しております。レフさんもスクールが、チアのスクールがあると思うんですけど、私たちエスパルスもダンススクールがありまして、この後メモリアルダンスショーがあるんですけれども、私たちこのレッテの中にもスクール出身の生徒メンバーがいるんですけど、もう一度手を挙げていただいてもいいですか。はい、半数以上がエスパルスダンススクール出身で、今レッテとして活動しています。本日は国立競技場での開催ということで、エスパルス2年連続での開催となります。今日はこの後開業するんですけれども、オレンジユニフォーム